ヒカキンのせいなんですよね。まあ、ある意味ネズミ講みたいなもので、そういうバカが増えることで、あの、この GMST に顔が似てるのは武器だぞ。これは韓国のグループなのか。これ韓国の本当200万人以上の YouTuber の方なんですけど、たまたま僕が家でこう配信してるときにコメントで、うん、なんかお前にそっくりなやつが韓国にいるぞって言って、この方で、もう僕の顔とウリ二つ。メガネもウリ二つ。メガネもポーズで同じで、利き手も左利きで一緒なんですよ。すごいね。え、本人、はい、声まで同じなんですよ。テンション高めの、なんか、ニコニコ時代ぐらいの俺なんですよ。で、それがガムソさんっていう人で、で、なんか似てないところを探せって言って探したんですよ。うん、そしたらもう、うん、声も一緒、仕草も一緒、顔も一緒で、もうほぼ一緒なんですけど、インスタグラム見たら、めちゃめちゃいい女を連れてるとか、なんかほんと芸能人とかと絡んでるとか、なんかそこだけ違えな、みたいな感じでオチにしたんですよね。そしたら、まあ、それが、その韓国の方にも受けて、うん、その向こう、ガムストさんのところに、その日本にガムストに似てるやつがいるぞっていうことを逆のパターンを貼り付けたんですよね。はいはいはい、はい。そしたら、まあ、拾っていただいて、い、う、や、ん、いやいや、めっちゃ似てるやつがいるじゃないか、日本に俺そっくりなやつがって、うん、まあ、両方バズってっていう感じです。顔のこういう喋り方の人っていうのがやっぱり東南アジアの人はどこか好きなんだろうね。そうなんですね、多いんですよね。なんかゲンガーって3人見たら死ぬっていうじゃないですか、うんうん、韓国にも100人ぐらい似てるやついるんですよ。なんかそののりちゃんの話し方とか話す内容とかじゃなくて、多分見た目とテンションが人間が求める何かを満たしてるんじゃないの、うん、YouTuber で男性のトップ陣にイケメンいないんだよね、はいはい、では確かに綺麗な人はそこそこいるんだけど、男性イケメンの YouTuber 伸びないんだよね、うんうん、テレビではさ、ね、イケメン普通にタレントとして売れてるじゃん、はい、テレビでは売れないような人だけど人々が見たい像として、うん、そんなにイケメンじゃなくてよく喋る、はい、メガネかけてるやつが見たいっていうので、うん、最初に来たのがマックス村井さんなんじゃないかと思ってるんだけど、しかもさ、メガネかけたただのおっさんで別に面白いこと何も言ってないのよ、うん、マックス村井さんのセリフで面白かったこと1個でも負けてくださいって言うとないじゃん。いいところもありますよ、いちご大福がうまいって言うけど、はい、ヒカキンさんもさ、別にじゃああの人が言っためちゃくちゃ面白いセリフを言ってくださいって言ったらさ、うん、ヒカキンさんの面白かった動画5つあげてって言うと、はい、ヒカキンさんの動画見たことある人はみんないるんだけど、うん、5つあげられる人ほぼいないのよ。え、お前らじゃあ何も覚えてないじゃんみたいな。ただ白目で、メガネで目細いっていう人を見たいという需要が、うん、アジアにはずっと昔からあり続けるんじゃないかっていう仮説があるんだけど。なるほどね。ほら、話面白くないんだったらイケメンの方がいいはずやん。でもイケメンが話面白いと全部持ちすぎじゃないですか。まあまあ、でも俺、福山雅治とか結構面白い話。まあ確かに、昔からラジオ聞いてますけど。うん、まあ、特例はありますけど、やっぱ基本的にその顔の悪いやつが一生懸命喋って、面白いことをしようとしてるっていうのがなんか受け入れられてるんです。だからやっぱね、顔が悪いは重要なんじゃないかっていう気がして。もう絶対重要ですよ。本当に僕も普段言ってます。本当に顔が悪いってめちゃくちゃ武器だと思ってるんで。はいはい。で、僕結構女性の悪口言うんですよ。フェミニストとかが嫌いで、結構わーって言うんですけど、うん、そうするとすごい怒ってくるんですよ、女性の方って。でも、もし僕が、例えば福山雅治さんだったり、小栗旬さんだったりとか、イケメンでめちゃくちゃ女性の悪口言ったら、多分死にたくなるじゃないですか、その女性は。そうだね、確かに。イケメンに罵倒されて。でも、僕が言うことで、ふざけんな、ブサイクって言いかせるじゃないですか。はいはいはい。そこで戦えるわけですよ。だから、この顔って何でも喋れるんじゃないかなと思ってて、すごい得してるなって思ってますよ。フェミニストにもさ、美人っていないよね。いないですよね。見たことないですね。ビーガンも見たことないですもん。なんか外国だと、その、うん、割とめちゃくちゃ売れてるハリウッド女優とかがフェミニズムって言い出すパターンもいるんだけど、はいはい。ホグワーツの、ハリーポッターに出てくる女の子、名前なんだっけ？まず、綺麗な女の子ですよね。うん、あの子とか割とそう、はい、それは、そういう系の発言もする。はいはい、そうそう。日本人のさ、フェミニストの人って基本的にブサイクしかいないじゃん。だからその、モテないからなんかこじらせてんじゃねえのっていうのしか見ないから、はい。だから、やっぱりそういうことなのかなと思って、ハーマイオニーですね。女性のブスと男性のブスはちょっと違うんじゃないですか？まあ、確かにね。はい。男性ブサイク笑えるけど、うん、女性ブサイク笑えないから笑えないですよ。だって多分人間をこうピラミッドにするとやっぱ一番最下層はブスでデブな女の子だと思うんですよ。もうこの子たちは一番救えないんですよ。ブスでデブな男はまだ面白いを追求できて、まだワンチャンあるんですよ。でもブスでデブな女の子ってもう無理じゃないですか。でしかも男って最初の直感結構信じて、途中から嫌いが好きって変わることないじゃないですか。最初嫌いだったらもうほぼ無理だけど、女の子ってデブで最初はこの男無理だなと思ってても、なんか仲良くなったら好きになるっていう変わるパターンあると思うんですけど、男あんまり起きないんで、そうなると、やっぱりデブでブスな女の子とか多分相当厳しいんじゃないかなと思っちゃう。女の人って割と男の人の見た目そんなに気にしないよね。そうですね。でも男の人ってすごい気にするよね、うん、ですよね。結構やっぱり最初の見た目重要ですよね。半分ぐらいあるんじゃないかなと思ってて、うん、だなんかほら、うん、ブサイクがさ美女連れてるのはよく見るんだけどさ、はい、美女の人はパートナーがブサイクかどうかって全然気にならないんだと思うんだよね、うん、現実的な生き物だと思うんで、それ以外に大事なことだったりとか、それ以外にいいことがあったりするとそっちで納得すると思うんですけど、男がかっこよくてブスの女の子連れてるとホスト以外ありえないんで
そうなんだよね。人とか、あ、なんか金なのかなとか、なんかその。金ですよ、あれはもう間違いなく。はい。そうなると、厳しいよなって思いますよね。お金の関係ではなくて、ブサイク連れてますっていうイケメンっていうのはあんまり見かけないよね。うんうん、ブスでデブな女の子で受けているインフルエンサーの人って、ホスぐらいしかいないですよ、うん。この今ネット業界、多分。とはもう本当に特化した渡辺直美さん。あ、まあ、ちょっと具体的になったんですけど。面白いからね。面白いからね。面白いから、そうそうです。そういう本当にもう、天才的な特例は数件はあるんですけど、基本的には今このネット界に広がる、ブスでデブでって言われる女性の場合だと、やっぱホスぐらいの方が多いですよねっていう。うん。いやー、だから、きついよね。そうなんですよ。でも多分この話も後で切り抜かれて2人とも叩かれるからこの辺にしとこうか。でもひろみさん大丈夫でしょ、叩かれても多分。あ、僕大丈夫だけど、ノリちゃん大丈夫ですよ。僕も全然大丈夫ですよ。フルアーカイブ公開でも全然大丈夫なんで。もう元祖迷惑系なんで。確かにね、迷惑系の元祖だよね。元祖元祖元祖。最初の頃いなかったもんね、そんな人あんまり。いまだに言われますけど、はい、多分他の人は迷惑系って言われて嫌がると思いますけど、うん、僕はなんか名誉なことかなと思ってるんで。最初は名古屋のニコニコ大会議だった気がする。あ、そうです。大会議です。あれ、またね、こうしましたね、僕。信長っていう名前だったことかな。そうなんですよ。あの時だって、もう、コテコテの歌い手の皆さんがもう、顔出しをせずにやってたじゃないですか。うん、うん。その顔出しを暴露したのは僕ですからね。そうね。その、見てくれなの、なんだろうとか言って、こう、バーって言って、はい、ほんでもう、うわって叩かれて。割とその、のりちゃんみたいな人が表舞台に立てるプラットフォームとしては良かったと思うんだけどな。いや、ほんと楽しかったですよ、あの時のニコニコは。元祖ですよね、ひろきさんいた時とか。あの時のこう、なんていうんですか、日本語喋れないやつが足引きずってるやつとか、もうほんとぐちゃぐちゃな、今以上の動物園。あれを超えるものって今もないんじゃないですか、配信サイトで。雑談系がトップだったんだよね。なんか、イケメンで面白くないやつとか、マジどうでもいいみたいな。うん、初期のやっぱバク取り。順番の人が余ったじゃないですか、はいはい、やっぱあれも一つのスパイスで、うん、やっぱ待つことによって楽しみになるじゃないですか、リスナーも、うん、で待たなきゃ配信ができなかったら我々も一生懸命やろうと思うわけです。なんか準備するよね、準備のために。なので結構やっぱ質の高いもの多かったのかなっていうのと、やっぱ数が少なかったんで、じゅんぐりこうみんなが回ってみるので、みんな平等にこう盛り上がっていけたのかなっていうところなんですけど、うん、だから今 YouTube とかでその誰も知らない人が配信しても誰も見ないから終わるんだよ、うん、誰も見ないですよね。僕の場合ってその枠さえ取れれば誰かは見てくれるっていうのがあったから、うん、やっていけばなんとかなるから、その枠争奪戦に参加してる限りいつかは上がれるんだけど、うんうん、今のその配信の無名の人ってどうやったら上がるの？人はもう昔は嵐とかそういうなんか売名を兼ねた喧嘩とかで盛り上がったじゃないですか、うん、今それするとバンになっちゃうんで、今どうするかっていうと、閲覧って近づいてくるんですよ。前のポジションの人の小判ザメ戦法なんだ。そうですそうです。なんでもうみんなその大きい配信者は子供を抱えてるんですよ。草みたいなので子供を抱えて、はい、時々みんなを集めて売名させてあげるってことなんですよ。まあミドリンピックもそれみたいなもんなのかな。まあそうですよね。当時ってその売名させてくださいっていう人いなかったじゃないですか。言葉に出す人いなかったじゃないですか。うん、確かに、ね、結果的に売名にはなってるけど、売名って言葉を売名をさせてもらう側が口に出すことってちょっとプライドないじゃないですけど、かっこ悪いっていうのがあったんで、その言わずに頑張って上手にやってたんですけど、うん、今の人たちってそういうプライドがないので、はいはいはい、売名させてくださいって平気で言ったんですよ。面白くないんですよね。そうなんですよ。結果はそうなる分にはいいんですけど、それを言葉に出しちゃった時に、その売名させてあげる側の人間やリスナーからすると、うん、いいよって言うわけないじゃないですか。うん、なかなかやっぱ面白くないんで、やっぱリスナーも気持ちよくないし、その売名させるためにコラボするんだってなっちゃうんで、やっぱ今のコラボってくっそつまんないですよ。そういう意味で言うと、なんかその倫理観だったりとか、なんか痩せ我慢だったりみたいな、うん、なんとなくのその矜持みたいなものが昔はもうちょっとあった気がする、うん。そうなんそうなんです。あ、でも金になるから何でもいいみたいな人が増えちゃうとそうなっちゃうよね。本当楽して配信に稼ぎたいってヒカキンのせいなんですよね。ほんとそうじゃん。好きなことで生きていくなんて言うから、みんな好きなことをやったら食えるんだって思っちゃうバカが増えるわけじゃないですか。はいはいはい。で、しかもあれずるいのが、結局なんか、ある意味ネズミ講みたいなもので、そういうバカが増えることで、あのヒカキンさんはその屍を踏み潰し、あの人金稼いでるんですよ。すごいシステムなんですよ。ずっと下が炎上とか揉め事を起こすことで、やっぱ成人はヒカキンなんだなって言って、そこが好感度上がっていくわけじゃないですか。このシステムすごいですよ、ね、YouTube。ヒカキンさんはそれをずっと続ける努力もすごいけど、ね。それはもちろんそうですね。それはまあ評価しなきゃいけないことなんですけど、うん、本当にプロなんですよ。その好きなことで生きていくっていう、その自分のネガティブな部分とか弱い部分を出さないで、好きなことで生きていくっていうことはめちゃくちゃかっこいいし、プロなんですけど、現実それだけでは絶対無理じゃないですか。だけど僕はそれを結構違うなと思ってて、やっぱ痛い部分を出していかないと勘違いを起こした人がいて、その勘違いを起こした人がネットに入ってきて人生を棒に振ってしまったらかわいそうじゃないですか。なので正直に伝えることも大事かなと思ってて、あのヒカキンさんの口からはちゃんと僕は屍を踏み続けてきたって言ってほしいです。ことで生きていくって言って本当に好きなことだけやってるわけじゃないよねっていうのが見えてるのがやっぱり、はい、でもあの時代の広告ってそのヒカキンさんとマックス村井さんだったけど、マックス村井さん今なんか大福屋じゃん。高いんですけどうまいですよ、はい、そうなの、うまいです、意外とうまいです。はい、面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。
チャンネル登録よろしくお願いします。